お、アーケード版、アーケード版追加ゲーム、これは流行るぞ。まあお金取っちゃいけないですけど、家庭用はい、どうも中村です。お久しぶりです。最近この追加ゲームにハマってまして、まあゲーム答えとかやってないんですけど、追加ゲーム皆さんやってますか？こうすっげえ面白いんですけど、テトリスとぷよぷよ以来のパズルゲーのすげえブームっていうか面白さ、これ歴史の証人っていうか、まあ多分こう三大パズルとかに歴史に名を残すぐらいすごい面白いんですけど、これもしゲーセンで出てたらすげえゲーセン儲かってたと思うんですよ。これずっとハマりできますもんね。僕も多分これゲーだったら1000円ぐらい余裕で毎日使う自信ありますと思って、ゲーセンでこれね、だから今日ちょっと今回はこの筐体にスイッチを移すようにちょっとやってみたいと思います。用意するのはこの余ってるスイッチ、アカウントでアカウント連携させてゲームはこっちに移してます。それとこうユニバーサルファイティングボードってやつですね。これあの USB でつないでスイッチ、その先の配線はアーケードと同じ感じ、アケコンとかにつなぐやつですね。とこれ USB ついてないんで、まあ USB 長めの方がいいです。あの筐体の下からこう線を持っていくんで、はい。そしてそのファイティングボード用の配線も最初ね、ハンダ付けめんどくせえなと思ってたんですけど、最近もうこう普通にもうコネクタついてるんで、もうそのまま挿してねみたいな感じのはもう普通に売ってんですね。すげえ便利な時代ですね。昔はこんな自力でやれやとか言われてた感じですけど、ちょっとまあじゃあそう軽く下ごしらえを、このコネクタがない部分ですね。コネクタがない部分が外だそうです。わかりにくいな。ちょっとなんかね、印とかなんかつけてくれる。はい。でこれで、これでおなじみのレバーへのコネクタですね。で、まあ他の配線がニョロニョロと。楽ですね。んで、このいっぱいつながってるのが、まあ、あの、ネオジオ MVS でも紹介したグラウンドですね。あの、こうセットで、他の配線とセットでオンオフになるやつです。これですね。楽だな。ほんで謎のコネクタ、これ多分あれですよね、スイッチのプラスボタンとかね、マイナスボタンとか、そういうその他係だと思います。あとこう4つ刺すとこがあるんです。3つか、どれやつ話。ここがこの一番上が連射とかですね。で真ん中がその他ボタンで、こっちが LED とか、下が LED なんで、こうその他ボタンのとこなんで、真ん中ですね。真ん中に。これ出っ張りあるんで、ちゃんと逆には刺さらないぐらいになっています。こっちもそういう風にしてほしいですね。はい。ガシャコンと。はい。はい、あとボタンにつなげるだけです。なんと楽なんでしょうか。もう USB もつけちゃいましょうか。思ったより短いですね。3メートルぐらいいるかこれ。まあいいや。あの USB2.0、 3.0 だとここ変な出っ張りがあるんで良くないです。はい、これもガシャコンと。はい、これで下準備できました。はい、じゃあ今度は筐体下側に行きます。はい、これが APM3 の下側になります。とりあえず基板引っ張り出しましょう。よいしょ。はい。で、電源出しとくか。はい、これは APM3 なんですけど、
あの DVI ケーブル、まあ、パソコンでおなじみの DVI ケーブルの下まで来てるんで、それを変換ケーブルで HDMI にしてます。これまあ音は出ないんですけど、映像はこれスイッチはこれで拾えます。で音はですね、あのここにもう拾うヘッド、あの PC とかに挿す端子が来てるんで、これをヘッドホンのあのドックの、あドックじゃないや、あのスイッチのヘッドホンに挿せばまあ楽しめますが、今回はせっかくなので PS4 の音とかを HDMI から分配させる USB の方から音を取るこのユニットをちょっとスイッチでも動くか試してみたいと思います。で裏に、はい、まあ、電源、はい、電源で HDMI を HDMI 挿します。最近 の液晶テレ、液晶型の筐体はもう大概もう楽しめる、あの簡単につなげられるようになっているんで、で先ほどの USB をあれあった、これですね、音を拾うやつですね、これ USB 拾う、まあ、挿します。よいしょ、はい、でこれ電源ケーブル、電源ですね。でスイッチは置いてきます。で APM3 はあのパソコンのあのパソコンでおなじみの電源ケーブルになってて、あの普通の基板とか使えなくてちょっと大変なんですけど、これを普通のコンセントに変換するやつをかませます。よいしょ、でそれにスイッチを挿します。ちなみにこれそんな電力出ないんで、あのプレステ5とかプレス4はあの電力不足で動き立ち上がりません。あの何でしたっけ、だからあの別電源をもう普通のとこからもう一個コンセント、長いコンセントを引っ張ってきて、それにプレステをつないでください。あのスイッチの省電力だからこれで賄います。ありがたいですね。これで電源 OK。 これもうあの筐体と連動してるんで、あの筐体の電源入れたらもうスイッチが入るようになります。でこれですね、このステレオで先ほどのあれどこ行った、ケーブルちゃん、あったあった、これですね、このをこの延長、あ延長というかこのおなじみのステレオ端子に変換するやつをかませます。はい、でまあね、アウトプットですね、アウトプットに挿しますと、まあ、色合わせて赤を赤にしましょう。音出るのかな、こんな簡単なシステムでね。はい、これで音は OK、 で映像も OK。 さあ問題は入力ですよね。はい、こちらが APM3 の筐体です。まず筐体下に鍵があるんで、鍵挿して回してください。で、引っ掛けるところないんですけど、実はこの APM3 ってこの金具が両サイドなんですね。この金具がこう引っ掛ける場所になってます。で、鍵を開けた後に軽く引っ張ると、こう入れて、ガッと、はい、はい、出た。はい、というわけで今、めちゃめちゃ近づきましたけど、はい、今、ここのボタンを取りました。で、APM3 のすごいいいとか、このボタン番号のタグがついてるんですよね。だから、元に戻すときはすげえ楽です。あのボタン、数字通りに5ボタン、6ボタンとかっていうのを入れていけばいいんで、これは他の筐体に出してほしい。だから、誰か商品化してくれないですかね、このタグね。これ筐体ある分だけこれつけたいんですけど、こう疎通とかやるときめんどくさいんで、はい、でこのレバーのコネクタも外します。はい、これでまっさら状態ですね。ちょっともうこれはもうどんどん下にもう捨てちゃって、ポイポイってやっちゃいます。
もう用なし。で、これで先ほどのブルック様ではですね、もうほとんどフォーマットはできているんで、コネクタはコネクタにもうそのままでいいです。はい、ついた。で、これ何が何ボタンなのかなこれ何色が何ボタンなのかな、わからないな。黄色。とりあえずグランドつないどきましょうか。12345678、 8ボタンか。グラウンドは絶対いるやつなんで、それぞれつないでください。全てのボタンよいしょ。いや楽だなこんな。だってもう刺すだけじゃん、ハンダしなくて。グラウンド全部つなぎました。ここにスタートボタンがあります。スタートボタンですね。なんでスタートボタンとホームボタンにもグラウンドを、ギリ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 、うわギリギリ届きました。うわギリギリ、あーなるほど、ボタンごとに色分けされてますね。とりあえずん ?1234 青がいいのかな。この順でとりあえず6ボタン順にしてみます。 1P がこれで、P の裏じゃなくてどの隣か、赤が2、赤が2で、 3P が2の下だから、2の下だから、グレーか。で最後は4P が海ボックスとか、ここか。なるほどね。ある程度食べねられてて、こうある程度こう束ねられてて、これが上コーナーですってことは、反対側下コーナーってことだな。これか、分かりやすいな。1K がけどね、1K オレンジ、オレンジ、オレンジ。 1K の反対は黄色。で 3K が緑か。で 4K が黒はよくねえと思う。これで一通り入ったのか。はい、というわけで配線がとりあえず軟化なしできました。あ、まあ、あとで
調整すればいいと思います。で、これ USB ボードでこの USB の先をこう下のスイッチにつなげてます。で、この状態で、はい、立ち上げ方なんですけど、今はこうスイッチのパッドだけです。で、あの USB に認識させ方はあのマニュアルにはあるんですけど、 1K を押したまま USB を起動ということなんで、押したままこの一度抜いてください、 USB、はい、でこれを挿してください。で、ただあのもう USB できました。で、まだ K 押しっぱで押しここで、1K 押しっぱで持ち方順番を変える、で、あの LR を押してくれってあるんで、 LR に該当するとこを押してください。したらもう登録されました。で、 A ボタンで、こう一応動くようになりましたが、あのレバーがたまにこう今ね、下が上なんですよ。で、上が下と逆になってるんですね。これよくあるんですけど、ジョイスティックがあるあるなんですけど、これは配線変えなくていいです。このレバーをこれ、はい、あの配線は昔僕も配線切って切り付け替えてたんですけど、レバーの方を変えればいいです。まずこのガードを外してください。硬いところから上げてください。するとこの状態になります。このスイッチの状態、これをあの実際画面見ながらこう4方向くるくる回転させて一番ベストの状態に、これでもねえなってことはこっちか、はい、これですね、この順番ですね、はい、で止め直してください。これだけでいいです。要するにこの上、このそれぞれの端が上、このスイッチ、マイクロスイッチの上下左右がちゃんと決まってるんで、それを回転させてこのレバーの軸が当たる位置をちゃんと合わせればいいんで、一個一個回転させながら上下やればいつかは合います。はい、僕もこれは昔すげえ悩みましたで、配線ここ切ってつなぎ替えてたりしたんですけど、実はもう外して回すだけでよかった。設定を済んだんで戻します。はい、で今もう左右も動くようになりました。音が出てないですね。ボリュームはここです。すげえ便利ですね、はい、ここで調整して戻します。お、アーケード版、アーケード版追加ゲーム、これは流行るぞ。まあお金取っちゃいけないですけど、家庭用の APM3 とかね、ネシカで出れば化けると思うんですけどね。はい、というわけでいかがだったでしょうかね。意外とあっさり簡単じゃなかったね。ちょっとあの配線はすげえ楽です。でもあのスイッチのあのめんどくさい認証のさせ方、僕もちょっとハマりかけてたんですけど、あの説明書に書いてるそれぞれの対応ハードのボタンを押しながら USB をつなぐっていう、そこが山でしたね。あとはもう HDMI とあの USB から音を取るやつをつなげばもういいんで、液晶筐体だったら何でもいいと思います。なんで、まあ、どちら買ってますけど、あのこのノワールとかビューリックスとかでも遊べると思います。というわけでいかがだったでしょうか。まあね、今回はたま家庭用にしようっていうことで、でもこれ戻れねえんじゃねえ、あ戻れねえなまあいいや、配線
シェアボタン何ボタンだ、何ボタン押せばいいんだ、何ボタン押せば戻れるの、ここか、このホームボタンを設定すればいいですね。他にもあのアーカイブなんで、というわけで、まあ、こういう感じで家庭アーカイブも遊べますと、こんな感じで、まあ、筐体の新しい遊び方ですかね。ゲーセン感覚でうちで遊ぶという、はい、最近の液晶筐体こんな遊び方もできるんで、ぜひ機会があれば、はい、というわけでまた次のネタでお会いしましょう。